込んだ空気のうちできるだけ少ない量の酸素で、まあ、効率よくエンジンを動かしていきましょうという話になるので、酸素余る、余った酸素と空気中取り込んできているつまり窒素ですか、その窒素がくっつくことによって N、これ窒素ですね、 O、酸素、まあ、これがくっついて窒素酸化物が出てしまう。ですからこれ一気に両方減らそうというのはちょっと難しいんじゃないかという話です。そのアメリカとヨーロッパではこういう環境に対する考え方というか CO2 で自分を作りたいものについて考えているのか。逮捕されたのは宮間市山川町の無職加藤みとり容疑者90受け入れられず、来年1月の総統選挙に向けて一番昔マスキー語っていうの有名でしたね。そうですで、ヨーロッパですね、はい、地球温暖化だって、ね、二酸化炭素を減らそう、なるほど、両立するのがなかなか難しくて、ヨーロッパは最初に廃業が決まります。その一方、一般株主からは収益力向上に向け厳しい視線が注がれることになり、全国に広がる郵便局網を維持しながら成長戦略をどう打ち出すのかが課題になります。分からん、ドイツ大学も今原因を追及してるんですけど、ドイツ大学自身もですね、まだ分かってないという、そういう結構深刻な重要な自社の調査でも分かってない、なかなか分かってない、はい、あ一連の問題、ドイツ大学社は経済的に厳しい状況にあると言われています。今回の新たな不正問題はどのような、中国と台湾の利害が一致する南シナ海の情勢についても話し合われるものとみられます。以上、北京でした。アメリカのカーター国防長官は3日、中国のジョー・マンゼン国防相と会談し、南シナ海での岩礁の埋め立てなどについて、中国を含む全ての当事国が継続的に停止するよう求めました。